獲物の分け前は、エミール・ゾラが1871年に発表した小説及びそれを原作とした1966年のフランスのドラマ映画。パリの再開発に伴う不動産陶器に目をつけたアリスティット・サッカールは金目当てでルネと結婚する。しかしルネは繊細のコマクシムとの禁断の不利害に溺れるようになる。ロジェバディム監督が 当時の妻ジェーン・ホンダを主演に起用した1966年のフランスのドラマ映画。映画の英語タイトルはザ・ゲーム・イズ・オーバー。舞台を映画公開当時のフランスに本案している。また、ジェーン・ホンダのヌードを多用し、エロティックな面を強調した内容になっている。莫大な遺産を相続していた若く美しいルネは家族から逃れた一心で、 金を必要としていた20歳も年上の実業家、アレクサンドル・サッカールと結婚した。しかし、そもそも愛があったわけではない二人の夫婦関係は、冷め切っており、ルネは、繊細の息子で、大学生のマクシムと愛し合うようになる。はじめは、軽い気持ちだったルネも、マクシムへの思いが募り、ついに夫に離婚を切り出す。しかし、 事業がうまくいっていなかったアレクサンドルはルネの全財産を事業に投資していたためルネに財産を返すことができない状態だったそこでアレクサンドルは財産を放棄すれば離婚してやるとの条件を提示するがマクシムへの愛に盲目的になっていたルネはその条件を飲んでしまう離婚手続きのためルネがジュネーブに行っている暇にアレクサンドルは自らの事業のために 金持ちの娘とマクシムを婚約させる。婚約の知らせに慌てて、屋敷に戻ってきたルネは、厳然たる事実を見せつけられ、発作的に自殺を図る。日本語版、日本テレビ版1、ありがとうございます。